日高山脈は北海道の中央南部にある唯一の山脈。カリカチ峠川のスケホロ岳からエリモ岬までを南北に貫いている。長さは南北およそ1 5 0トル、最高峰はポロシリだけで標高2 0 5 3ルである。山域の103,447ヘクタールが日高山脈エリモ国定公園に指定されている。 アルプス山脈やアンデス山脈、ロッキー山脈と同時期に、日だか山運動により形成された山岳地帯で、北海道随一の謙遜な山脈である。地形が急瞬で険しく、山脈を横断する交通路は、北端のカリカチ峠、日照峠及び、南部のの塚トンネルと、襟も岬付近の追い分け峠を除き、なきに等しい。両線にナイフリッジを連ね。 氷河地形である建国が見られる日本では、数少ない極めて真剣な山脈である。登山道がある山は少なく、林道歩きと沢登りが前提となるため登山は容易ではない。日高山脈より源流を発する猿川、静内川、ニーカップ川は、 日高電源一貫開発計画の中心化線として、胆振総合振興局及び日高振興局向けに、水力発電による電力と灌溉用水の供給が行われている。また、都勝川の札内側からも都勝、総合振興局向けに灌溉用水と水道水及び電力の供給が行われている。日高山脈の中部の両線、新井岳より北方を望む。 北部山岳より記す、少数点以下が記載された座標は最高点に位置する三角点の座標。三角点の等級は本来関数字であるが、再配列可能な表のため、アラビア数字で表記している。日高地方における山岳遭難発生状況。日高振興局。2020年8月11日閲覧。ありがとうございます。